いや、嫌だ。ずっとずっとさ、自分のがないじゃん。いや、わかんないけど、追いかけてくるってことは、追いついちゃうってことは早いんです、それだけ。ブロックってブロック全然あるよ。避けちゃう、避けるの禁止で。避けるオールブロック。よし、ジュースを入れようかな。はい。はい。やべ、負けた。いますよ。お、セーブして。横取り。ゲッツ。いいじゃん。え、なにこれ。どうもいい。あ、押したの早かった今ね。多分そうですよね。え、でも俺光った瞬間押したよ。本当？うん。だって俺は目の前にだって光ったんだからさ。みんなでわざわざこんなにしてたんだから。必死にやってやられて。こんなことばっかやってくれ、自分の時取れないんだよ。自分取れなくなっちゃったな。はい、それでは時間になりましたので、エキスパートクラスの予備予選からスタートしていきます。1組目、若松選手、ムー選手、桑野選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。この3名は出走ドライバーは若松、ムー TS020、 桑野出場です。半時計はそうですね、あれそうでしたっけ、うん、だと思う。残ってないんだよね。ああ、サンデーです。桑野さん？サンデー出ないですね。あ、若松さんはだって出ないもんね。あ、僕はこれ初めて。今月1日、8初期の時のやつは違うんですか？あれ？あれサンデーじゃなかった？あれ？どう？あ、じゃあ俺印刷してないからさ。何やってんだ。はい、若松選手 OK。ムー選手も OK です。さあ、はい、全車ポンダ OK です。練習時間が残り90秒あります。はい、それではスタートします。どうしよう。プラクティス終了です。2分間です。1人ずつスタートで、若松選手、ムー選手、桑野選手でスタートしてください。ベスト1ラップだけ取ります。レースを開始します。
松スタート。UTS020 スタート。桑野スタート。はい、全車計測開始。まず若松選手が9秒00、ムー選手が8秒83、桑野選手が8秒65、桑野、ムー、若松のオーダー。さあ、ここでムー選手がトップタイムを 8秒53、それをすぐ塗り替えるのは桑野選手8秒36。さあ、桑野選手の8秒36、ムー選手の8秒5、若松選手の9秒0と続いています。さあ、ムー選手がトップタイム8秒228、桑野選手が8秒28、ムー、桑野、若松のオーダー。さあ、ムー選手が8秒162、桑野選手8秒25。さあ、折り返しの1分経過、ムー選手がトップタイム、桑野選手が 0.09 遅れの2番手タイム、若松選手が0秒7の差。さあ、若松選手も8秒が入ってきました、8秒76、桑野選手まであと 0.5 秒、桑野選手も8秒1が出た、ムー選手まであと 0.01。 さあ、ムー選手がトップタイム更新、8秒04、トップタイムです。残りが40秒、2分ベスト1ラップだけ取ります。予備予選、ムー、桑野、若松。桑野選手はトップまで 0.1 秒、若松選手が 0.3 秒、残りが20秒。さあ、残り15秒です。さあ、これ桑野選手8秒11、ムー選手まで 0.06。 さあ、ムー選手が7秒台入れてくる、7秒98、再びトップタイムを更新、まもなく時間となります。桑野ゴール、桑野選手ゴール、若松選手ゴール、2レース終了です。はい、ゴールです。マシンを配信してください。7秒台、7秒98でトップタイム、桑野選手が8秒11、若松選手8秒50。はい、それでは2組目いきます。桑原選手、長澤選手、プラクティススタート、中田選手です。プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーはメガキャラドス、中田に桑 TS020。 長澤さん今通った、通りました。あ、じゃあこれで、はい、桑原選手も通ったかな、まだか。長澤選手ポンダ OK です。はい、桑原選手 OK。 はい、全車ポンダ OK です。練習時間が残り1分、 11.14、 まだありますよ。10.79、 20.10、 32.25。7.98、8.00、9.31。残り30秒。8.17。8.09。はい、それではそろそろ行きましょう。プラクティス終了です。出走順、長澤選手、中田選手、桑原選手の順でお願いします。それではスタート、あれ、そうですね、はい、それではスタートします。レースを開始します。メガキャラドススタート、中田にスタート、桑 TS020 スタート。はい、全車計測開始。さあ、まず長澤選手が8秒4、
中田選手8秒3、桑原選手が9秒4、長澤選手8秒1、さあ中田選手がトップタイム7秒94、桑原選手がそれを上回ってくる7秒93、長田選手7秒93、長田選手は桑原さんのタイムまで 0.04 です。桑原選手がトップタイム更新7秒88。さあ総合順位、桑原、中田、ムー、桑の長さは若松ようだ。中田選手は現在総合2番手、トップタイムまであと 0.01 です。桑原選手がトップタイム更新7秒75、総合でもトップタイム桑原選手、残りが1分、このヒートの2番手中田選手が総合でも2番手、トップタイムまであと 0.14、 長澤選手は現在総合5番手、桑野選手のタイムまであと 0.07。 さあ残り間もなく30秒になります。前者が10周目から11周目に入ってきています。残りが15秒、さあ残り間もなく5秒、さあこれ長田選手がトップタイムあと 0.07、 7秒82をマーク、時間、経過しています。中田2ゴール、中田選手ゴー ゴール、長田選手ゴール、最後桑原選手ゴールで前者ゴールで終了です。桑原選手は総合マシンを回収してください。あと 0.07 で2番手、ムー選手が3番手、ここまでが7秒台の選手、桑野選手が4秒台、5番手が長澤選手、6番手若松選手。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。ここが はい、予選はやはり 3人ずつに分かれます。1組目、桑野選手、長澤選手、若松選手、ここからいきます。それでは4時15分からいきます。予選は3分間を2回やります。
これだ。あらららら、ほんと。あらら、狩猟。これは難しいね。あら、ほんと。いつ壊れちゃったんだろう。あの少年、今日の少年だと思う。あ、ほんと。これやってた。いや、俺知らないのさ。ダメだな、あいつ。これ、もうこれ無理だよ、多分。うん、いや、それは無理よ。はい、それではそろそろ時間になりますので、予選の1回目スタートしていきます。桑野選手、長澤選手、若松選手です。プラクティススタート。2分間は練習できます。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは桑野、メガギャラドス、若松。はい、長澤選手 OK です。はい、前者ポンダ OK です。3分間のコースレコーダー、関根選手が持つ24周5秒です。12.69。はい、それではスタートします。よいしょ。プラクティス終了です。出走順1人ずつです。桑野選手、長澤選手、若松選手の順で走ってください。それでは3分間スタートします。レースを開始します。桑野スタート、メガギャラドススタート、若松スタート。はい、全車計測開始。1回目、桑野選手が8秒9、長澤選手が8秒6。若松選手が転倒している。はい、ありがとうございます。若松選手1周目は13秒台。トップは長澤選手です。桑野選手が0秒4後ろにいる。ここで桑野選手が全体ベスト8秒33。さあ、桑野選手がトップのマシンと 0.1 秒差で2番手。さあ、長澤選手が8秒39。桑野選手との差を若干広げる。桑野選手が全体ベスト8秒09。長澤選手と桑野選手ほとんど差がない。ベストは2番手を走る桑野選手が持っていきました。さ
さあ3分間の周回を競っています。予選1回目1分経過。さあ桑野選手がトップ、長澤選手まであと 0.3。 さあ長澤選手がベスト8秒24。さあオレンジ色のカラーリング、長澤選手が10周目に入る。2番手ホワイトのカラーリング、桑野選手が0秒6の差で2番手。折り返しの1分30秒。さあ長澤選手が2番手、桑野選手の前に出ようかというところ。突破レースが1秒7に広がっています。ここで長澤選手がベスト8秒21、はい、行かせましたね。さあ残りが間もなく50秒になります。長澤選手、桑野選手ともに22周ゴール予想、現在16周目を走行中。長澤選手が8秒14マーク。さあトップ争いは3秒差に広がっている。若松選手ここでベスト8秒56、長澤選手が8秒10。残り30秒。さあ残り15秒です。長澤選手トップ変わらず、桑野選手が3秒6後ろにいる。若松選手は単独3番手。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。若松ゴール、メガキャラドスゴール、レース終了です。マシンを回収してください。長澤選手が22周3秒でトップゴール、桑野選手22周7秒、若松選手が19周0秒でゴール。はい、それでは続けて2組目いきます。よいしょ、本当だ。さあ2組目はミン選手、桑原選手、中田選手です。時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはクワ TS020、 中谷ムー TS020。はい、全車ポンダ OK です。さあこのヒートが終わりましたら予選の結果で組み替えを行います。それでもう1回予選やります。練習時間残り1分。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。スタートします。出走順、桑原選手、中田選手、ムー選手の順でお願いします。それではスタートします。レースを開始します。TS020 スタート、中谷スタート、ムー TS020 スタート。予選で7秒台を出した3名による予選1回目です。桑原選手が7秒8、中谷選手8秒0、ムー選手が8秒6。さあ桑原選手がミス、中谷選手がトップです。桑原選手2番手にムー選手、3番手が桑原選手。桑原選手が7秒76、中田選手が8秒0、ムー選手は8秒3がベスト。中田、桑原、ムーのオーダー。さあ中田選手7秒93、
ムーン選手が8秒17、桑原選手が7秒65、今日の全体ベストタイム、ただまだトップ中田選手です。桑原選手が2番手、3番手がムーン選手。中田選手7秒79、1分経過、残り2分、ムーン選手が8秒15。ムーン選手8秒08、現在3番手。さあ中田選手トップ変わらずです。桑原選手が0秒9後ろにいる。3番手ムーン選手が2秒後ろにいます。ムーン選手8秒05。さあトップ2台中田桑原は2人とも23周ゴール予想。ムーン選手は3番手争いを長澤選手としています。さあ桑原選手がこの周トップに変わった模様。中田選手にちょっとしたミスがあった。いや、この周再び中田選手がトップです。桑原選手が100分の2秒後ろ。さあ桑原さんが再びミス、中田選手トップ1秒の差をつけています。トップ争い残り間もなく1分。さあトップ中田選手、桑原選手が1秒後ろにいます。3番手がムー選手、残り40秒。ムー選手は4番手争いを桑野選手としています。桑野選手が22周7秒で先ほどゴール。ムー選手も予想はほとんど一緒。残りが30秒。ムー選手8秒01ベスト。ああ中田選手が止まっていたのか。さあ順位がどうなるのか。中田選手2番手です。桑原選手がトップに変わる。残り15秒。さあ残り5秒。中田選手は2番手争いを長澤選手としています。間もなく時間になります。うわ TS020 ゴール、 ゴール中田2号レース終了です。マシンを回収してください。3番手がムーン選手で、レース終了です。予選1回目トップは桑原選手、2番手が中田選手、3番手長澤選手、4番手桑野選手、5番手がムーン選手、6番手若松選手。はい、それでは今の結果で組み替えを行います。はい、予選の組み合わせ2回目は桑野選手、ムー選手、若松選手、そして2組目が桑原さん、中田さん、長澤選手、この順番でいきます。じゃあ4時半からいきます。
イミングが多分早すぎちゃうんで、手前に。あれ、ジジ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 ジみんな一緒だから、エキパビオ。エキパビオ。すげえ曲がるんだわ。手前でボン。そのためのハイブリッドだし。なるほど。それはならないよ。はい、それでは時間になりだしたので予選の2回目スタートしていきます。クワノ選手、ムー選手、若松選手のヒートです。それではコースをプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはクワノ、ムー TS020、 若松。はい、ムー選手 OK です。選手 OK。 はい、桑野選手 OK です。はい、全車ポンダ OK。 練習時間が残り1分。はい、それではいいですか。プラクティス終了です。スタート順、桑野選手、ムー選手、若松選手の順でスタートしてください。それではいきます。3分間レースを開始します。桑野スタート、ムー TS020 スタート、若松スタート。はい、全車スタート。桑野選手が8秒7、ムー選手8秒7、若松選手が9秒4、桑野、ムー、若松のオーダー。桑野選手が8秒3、ムー選手が8秒2、ムー選手がトップに変わる。若松選手8秒7、桑野選手が8秒20、ムー選手が8秒28、ムー選手がトップ、桑野選手が 0.01 秒後ろ。さあ、この週は桑野選手がトップ、ムー選手が 0.01 秒後ろ、若松選手が2秒3、後ろにいます。3番手。さあ、トップは桑野選手、ムー選手ほとんど差がない。ああ、ここでムー選手が止まっている。さあ、ムー選手が単独2、いや3番手ですね。若松選手が2番手に上がってくる。若松選手は8秒43ベスト。さあ、ムー選手と若松選手が2番手争いをしている中、ムー選手ここでこのヒートのベストタイム8秒19をマークと思ったら、トップの桑野選手がそれを塗り替える。8秒16、ムー選手2番手に返り咲いています。3番手若松選手が0秒9後ろ。折り返しの1分30秒、ムー選手8秒18、トップとは1秒6の差。現在2番手です、ムー選手。さあ、ムー選手が連発ベスト8秒115、このヒートのベストタイムをマークしています。さあ、ムー選手がトップに近づいてきているようだ。前の週1秒4の差がこの週1秒に縮まっている。ムー選手8秒04、ヒートのベスト更新。さあ、後ろからムー選手がやってきます。トップ争い、2人とも22周ゴール予想。現在15周目から16周目に入るところ、残りが50秒。さあ、残りが40秒、ムー選手が1秒6の差で2番手。さあ、若松選手も予選1回目の記録塗り替えてきそう。21周も見えるペース。トップ2台、桑野、ムーは22周ペースです。
残り20秒。さあムー選手はトップまで 1.5 秒。残り10秒。残りが5秒。さあ桑野選手は最終周、若葉選手も最終周、全車最終入っています。桑野選手ゴール、若松ゴール、若松選手ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。22周4秒、ムー選手が22周5秒、若松選手が20周の2秒でゴール。はい、それでは予選最終組にコースオープンします。変わってないです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはクワ TS020 中谷メガキャラドス。そうですね。あと1秒ですね。クワラ選手と。はい、川原選手 OK です。中田選手 OK。 10.84。 はい、全車ポンダ OK です。練習時間が残り1分。13.17。 練習時間残り30秒。 16.50。 はい、それではスタートしましょう。よいしょ。プラクティス終了です。出走順、桑原選手、中田選手、長澤選手の順です。それではスタートします。レースを開始します。TS020 スタート、中谷スタート、メガキャラドススタート。はい、全車計測開始。まず桑原選手が8秒0。さあ中田選手と長澤選手は接触があったのか。長澤選手が9秒0、中田選手が13秒台。長澤選手8秒5、中田選手が10秒6。桑原、長澤、中田の順。桑原選手が7秒9、中田選手3番手のマシンが全体ベスト7秒8をマーク。桑原選手7秒81、全体ヒートのベストを更新。さあまず中田選手が長澤選手を捉えそう。桑原選手が7秒63、今日のレースベストタイム。中田選手が2番手に上がっています。3番手は長澤選手。中田選手7秒83。さあトップ桑原選手が全車ラップしてますね。1人9周目に入っています。中田選手は今8周目、長澤選手も8周目。中田選手にミスがあった。長澤選手再び2番手です。長澤選手はここでベスト8秒29、中田選手が0秒4後ろにいます。さあ長澤選手8秒10、中田選手と2番手争い0.3秒。中田選手は現在2番手です。折り返しの1分30秒経過しています。トップ桑原選手は23周ペース。
前を走るトヨタが桑原選手、後ろが3番手の中田選手、そしてオレンジのマシーンが2番手の長澤選手。さあ長澤選手と中田選手の2番手争い、かなり近い、0秒07。この周は長澤選手が2番手です。3番手が中田選手。さあ残り30秒、桑原選手が20周目に入っています。23周ペース変わらず、残り20秒、21周目に入っているトップのマシン。さあ長澤選手の後ろからトップのマシンが来ます。残りが10秒。さあ桑原選手が22から23に入っていく。ここで3分。うわ、TS020 ゴール。中田にゴール。中田選手ゴール。はい、レース終了です。マシンを回収してください。長澤選手が2番手、3番手が中田選手。予選は、総合結果、桑原選手が TQ、 2番手中田選手、3番手長澤選手、4番手桑野選手、5番手ムー選手、6番手若松選手。決勝レースは10分起きます。50分からスタートします。もうね、昨日からこれで燃えてるのよ。アドレナリンたっぷり返ってたからね。今日自信満々にそれでレース来たんだけど。そういうことか。GM やりましょうよ。GM やりましょうよ。なんだよ。みんなが GM する。Thank you.
習しても無駄だよ。まだいっぱいやるんだから。終わったら練習した方がいいよ。8分です。8分。何を言ってます？このトロスキー。緑。緑。ノーマル緑。はい、それでは時間になりますので、エキスパートクラスの決勝レーススタートしていきます。立ち位置は予選の成績順で決めてください。フラクピススタート。フラクピス時間は2分。桑野選手、コースをオープンします。若松選手の順です。出走ドライバーは桑 TS020、 中谷メガキャラドス、桑野ムー TS020、 若松。
はい、長澤選手 OK、 中田選手 OK、 ムー選手、桑野選手 OK、 桑原選手 OK、 はい、全社ポンダ OK です。選手時間が残り90秒。34.24、15.19、8.94、22.85。9.21。10.00。8.72。21.74。練習時間残り30秒です。 14.64。 8.78。 9.30。 はい、間もなく練習終了です。よいしょ。それではプラクティス終了です。並べましょう。一番前が桑原さん、二番目が長谷さん、中田選手、3番目が長澤選手、4番目が桑野選手、4番目白、5番目がムー選手、そして最後は若松選手。はい、ありがとうございます。それでは A メインの決勝レース8分間です。店長も靴を脱いで入れるようにしておきます。それではスタートします。フライングしたら最後尾につけてください。レースを開始します。全体のベストタイムを中田選手7秒96をマーク。さあ、中田選手が1人7秒台出しています。決勝レース2番手が桑原選手、さあ桑原選手も7秒台入ってきた、7秒94。3番手長澤、桑野、ムー、若松と続く。長澤選手がミス、その横を桑野選手が通ってきました。3番手浮上、4番手長澤選手、さあムー選手が、そして長澤選手の後ろにいますね。桑野選手を先頭に桑野、長澤、ムー、これが3番手争い。さあ若松選手はムー選手まで4秒4。さあ中田選手は全体ベストタイム7秒79をマーク。さあ2番手桑野選手が全体ベストタイムマーク7秒70。現在2番手トップ争いは1秒3の差。さあ中田選手がムー選手の後ろからやってきます。後ろはこれトップです。はい、続いて2番手、ヘル。はい、ありがとうございます。さあ、中田選手と桑野選手が両方同時にクラッシュ。
トップは中田選手、桑野選手が2番手に上がっている。3番手ムー選手、4番手桑原選手、5番手が長澤選手、6番手若松選手。まだ2分経過したところです。決勝レース速報6分間です。さあ中田、桑野、ムー選手、4番手が桑原選手、5番手が長澤選手、6番手若松選手です。さあここでベストを出してくれるのは桑野選手、8秒23、現在2番手、トップは 1.6 秒。ね、さあムー選手がベスト、8秒22、現在4番手、前、桑原さんまで2秒。さあ桑原選手が3番手まで上がってきている。さあ桑野選手がトップ、ホワイトのカラーリング、その後中田、桑原、3台が連なっています。トップ争い、さあ桑野選手がトップ、ホワイトのカラーリング、2番手の中田選手と桑原選手は接触があった模様。おお、大丈夫。さあ若松選手の後ろからトップ、ありがとうございます。2番手、3番手が通っていきました。さあムー選手の後ろから2番手争いの2台が来る。あっと、当たってしまった。さあ桑野選手は2番手中田選手と2秒4の差をつけている。レースは3分30秒経過したところ、まだ4分30秒あります。さあトップが桑野選手が白のカラーリング、その後ろ中田選手赤いボディが近づいてきてますね。1秒4の差。ムー選手の後ろから来るのがトップと、トップの2台です。さあ中田選手が0秒7詰める突破争い。はい、ありがとうございます。さあ桑原選手の後ろからトップが来ます。さあ、ごめんごめん、さあ時計は4分30秒になるところ、桑野選手がトップ変わらず、すぐ後ろに、おっと、すぐ後ろに中田選手がいる。0秒2の3、3番手が桑原選手、4番手長澤選手、5番手ムー選手、6番手が若松選手です。さあ中田選手がトップに変わった模様。桑野選手が2番手、3番手桑原選手、これは同一周回。ここでベストを出したのは若松選手、8秒49、現在6番手。おお、トップ争いが再び桑野選手が前に出る。はいはいはい。さあ時計5分経過、残り3分です。あ、ごめんなさい。長澤選手8秒19ベスト。あ、桑野選手。さあこれトップ争い、中田選手と桑原選手、3番手に長澤選手が上がってくる。5分30秒になります。中田、桑原、長澤、桑野、ムー、そして若松竜王だ。さあ長澤選手が2番手に上がってくる。桑原選手がトップです。桑原、長澤、中田、これが2秒の中に入っている。さあトップが桑原選手、今計測ラインを通ります。2番手長澤選手が今計測ライン、そして 中田選手が長澤選手のすぐ後ろ。おお、おお、おお、あ、引っかかっちゃった。さあ6分経過、残り2分です。トップは桑原選手、長澤選手が単独2番手、3番手が中田選手、4番手が桑野選手、5番手ムー選手、6番手若松選手。さあ長澤選手がここでベスト、8秒16、トップまでは2秒5の差。あれ、何かちゃう。さあ中田選手が転倒、桑野選手が前に出るか。これで3番手に桑野選手が上がってきます。桑原、長澤、桑野、中田、ムー、若松。
さあトップは川原選手、今計測ラインを通ります。49周目に入っていく、ゴール予想56です。残りがちょうど1分。2番手が長澤選手、トップまでは3秒。3番手が桑野選手、4番手が中田選手。中田選手は桑野選手と3番手争い、その差が1秒1。さあ中田選手が桑野選手のすぐ後ろ1秒切ってます。0秒7の差、間にトップの桑原選手を挟んでいます。これが3番手争い、ムー選手8秒17、現在5番手。残り30秒。さあ桑野選手はトップのマシンに行かせました。さあ桑野選手と中田選手のこれ3番手争い、おお中田選手が色ついた。さあ残りが10秒。同中間で争っているのは3番手の桑原選手と中田選手、この2台。ここで8分。桑野ゴール、メガギャラドスゴール、はい、長澤選手、桑野選手、TS020 ゴール、桑原選手ゴール、若松ゴール、ムー TS020、 レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。優勝は桑原選手、2番手が長澤選手、3番手桑野選手、4番手が中田選手、5番手ムー選手、6番手若松選手でした。ガチクラスは桑原選手、ゆるクラスは桑野選手が優勝です。なのでこの2人以外でじゃんけんします。桑原、桑野以外でじゃんけんいきますよ。最初はグー、じゃんけんぽ。負けた時の人いた、お、じゃあそこ2人です。お、太田いた、あと3人で、優勝の3人で一発勝負です。おお。はい、はい、おめでとうございます。よし、写真撮りますよ。よかったね、若松さん来て。うん、それ取ったら、それ取った方が勝ちだから1位なんてどうなっていいの。ええと思ってることじゃんね。GT クラス5時半目標に行きます。まあそれまで間に合うか、もっと、うん、20分ぐらいで。はい、本当？ああ、さっき一回切れてた。いや、今はついてる。一回切れてたから再開しました。うん、回線がね、重いとね、勝手に切れちゃうんですよ。